あの頃二人のアパートは裸電球まぶしくて、貨物列車が通ると揺れた、二人に似合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜、赤ちょうちんに誘われて、おでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけど、お酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずに、キャベツばかりをかじってた。そんな暮らしがおかしくて、あなたの横顔見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。生きてることはただそれだけで、悲しいことだと知りました。雨の夜